皆さんこんにちは。こんにちは。今日は端午のベニーズロックからシャッセがふぬけちゃう問題というのを説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、4、クイック、クイックとクイック、クイックとクイック、クイックスロー。0、2、3、4、1、2と3、4と1、2、3、4。はい、一度踊らせていただきました。今回ご紹介する単語の、ベニーズロックからシャッセ、ふぬけてしまう問題なんですけども、このフィガー、大体多くの方が使っていると思います。このシャッセの後は、例えばオーバースウェイであったり、スロアウェイオーバースウェイであったり、ドラッグであったり、いろんなその場でアクションするような、踊りですね、フィガーにつなげる方が多いと思うんですけども、このベニーズロックが終わってからのシャッセで、どうしても、スパッと止まれないというか、メリハリが出せない、キレが出せないということで、ぐらつきながらもピクチャーポーズに行ってしまうという方が多いと思います。まずはじめに、よくある症状というのをお見せしたいと思います。0、2、3、4、クイック、クイックとクイック、クイックとクイック、クイックスローというふうに、シャッセの後に少しグラグラっとしちゃう方が多いと思います。0、2、3、4、クイック、クイックとクイック、クイックとクイック、クイックスロー。はい、今のように、ちょっとこうシャッセの後ふぬけてしまうという方が多いと思います。で、理想像というか、踊りのイメージとしてはもうちょっとチャキチャキしたい、はい、スパッというふうに見せたいので、皆さん力入れてやっちゃう方が多いと思うんですけども、その力が入っているからもうちょっとリラックスして踊った方がいいよってアドバイスをもらったりする方が多いと思うんですね。確かにリラックスはいいかもしれないですけども、かといってこう、じゃあやらないっていう風になっちゃうのも、それはそれで問題だと思うんですね。うん。で、力を使うっていうわけじゃないですけども、そのスパッと見せるためには、多少のエネルギーはやはり必要です。はい。なので、僕たちはどちらかというとリラックスっていうのはお勧めしません。はい。リラックスしない代わりに、そのエネルギーですね、体から発するエネルギーの方向性っていうのを変えてあげてみてください。今回はそのポイントをご紹介したいと思います。僕たちが考える、シャッセの時にふぬけてしまう症状っていうのは、ベニーズロックが終わった後の、このシャッセした後、この時に、お互いにこちらにスパッと見せる、この時ですね。この時に、エネルギーがフロアに対して進まなきゃいけない方向、はい、フロアに対して平行な方向にエネルギーを使ってしまうと、グラグラっとなってしまう症状が生まれやすいです。今のをぐらついてしまうので、もうちょっと落ち着いて踊った方がいいよって言われた時に、クイックイッとクイックイッと、じゃあおとなしくやるってやると、ちょっとつまらないですよね。一番最初に見せた、エネルギーの出し方は別に悪くないので、クイックイッとシャッセ、はい、ここからフロアに対して平行な方向に使うのではなく、イメージは男性はこちら側に大きな槍を持っているとして、その槍をフロアにぐさっと刺すような感じですね。はい、イメージは。なのでシャッセした時にクイック、クイック、次のスローで男性も女性も共に下の方に槍をぐさっと刺すようなイメージを持ってあげると、とても止まりやすくなります。0、2、3、4、クイックイッとクイックイッとクイックイックスロー。
0234クイッククイッとクイッククイッとクイッククイックスロー0234クイッククイッとクイッククイッとクイッククイックスロー。はい、今のように、シャッセ終わった後ですね、エネルギーの使う方向をフロアに対して平行ではなくてフロアに対して刺すような行為を行ってあげるとスパッと止まりやすいし、エネルギーも、失速させることはないので、とてもメリハリが出ていい踊りになると思いますので、ぐらついている方ちょっと試してやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴのベニーズロックからシャッセ、ふらつく問題ですねっていうのをやらせていただきました。ポイントになってくるのはエネルギーの出す方向を変えましょうってことですね。はい、他にも、ぐらついてしまうところっていうのはもしかしたらエネルギーの方向が怪しいからうまく立てないっていう方が、いると思うので、よかったらいろいろ研究してみてください。それでは皆さん頑張ってください。